空気や塩電池、空気や塩電池、空気や塩電池、英語、ジンク、エアバッテリーは、燃料電池の一種で単に空気電池とも呼ばれる。現在では主にボタン型電池として利用され、使用時には電極に貼られているシールを剥がして用いる。一度剥がしたシールを貼り直して保存することはできない。正極に空気中の酸素、不極に亜鉛を使用するものを言う。電解液には、 アルカリ金属水酸化物が使われるが、現在では水酸化カリウムを用いるものが主流。現在はドライタイプがあり、過去にはウェットタイプがあった。化学反応としては、という反応である。電圧は1.35から1.4ボルト。空気亜鉛電池の歴史は古く、1907年にフランスのフェリーによって考案された。しばらくは大型のものしかなく。 電話交換器用や気象観測用部位などに使用された。現在のようなボタン型の空気電池は1970年代後半に、米国のグールド社、現在のデュラセル社によって開発された。日本では1980年に開発されたが、特許の関係で販売が開始されたのは1986年になってからである。1970年代、1990年代には、 一時期電気自動車の電源として試験された。1990年代に欧州で試験された時はメカニカルジャージ式、電解液と陰極を交換だった。充電式の空気アエン電池の場合、空気極とは別に充電用の電極が空気極と陰極の間に設けられている。充電時の電ドライト、樹脂状積室により、セパレータを突き抜けて、両極の短絡、 活物質の脱落をもたらすため充電回数が限られる。正極側に穴と呼ばれる穴がいくつも開いており、ここから酸素を電池内部に供給する。補聴器向けの高出力タイプは通常のものより穴が大きくなっている。使用前は正極側に酸素を遮断するためのシールが貼られていて、これを剥がしてから使う。一度剥がせば放電状態になるため、時間とともに、 電池寿命が短くなっていく。このシールを貼り直した場合は、劣化を抑えて長持ちさせることができる。ただし、もともと電池に貼られていたシール以外では不具合の原因になる場合があるため、使用しない方が良い。ちなみに、シールを剥がしてもすぐには、電力は得られず、剥がしてからだいたい1分前後から電力が得られる。使用する環境によって、影響を受ける空気や塩電池では、 以下の化学反応が起きる。酸化炎の状態を使用しない反応の場合、これは正確ではない。電池の特性上、常時使用し続ける機器に向いていることから、現在ボタン式空気電池は補聴器の電源として使われているが、同じ理由で以前 PHS、ページャーに使われたことがあった。またかつては大型のものが電話交換機、気象観測用、v 電車の踏切警報器の軌道回路用、米国では鉄道信号などで使われた。充電式空気亜鉛電池は水溶性電解質の密閉化が難しく、亜鉛に起因する問題により開発は困難だった。問題は不均密な電ドライトの生成で電解質の溶媒が制限された。充電に使用できる空気局で放電時に生成した酸素を解放できるようにする。 ことは困難だった。試験された膜は抵抗率だった。充電に必要な電圧は、放電時よりも、はるかに高く充電効率は50%に、満たなかった。電極の密る放電の機能を、それぞれ単一の機能のものに分離した場合、大きさ、重量は増え、構造は複雑になる。満足のいく充電システムは、潜在的に廉価な材料で、高エネルギーである。 2014年12月、日立造船が充電式空気亜鉛電池を開発したと報じられた。容量はリチウムイオン二次電池の約5倍、ミツル放電を繰り返してもほとんど性能劣化が見られないという。2016年末までに製品化予定。充電可能な方法で負極と電解液を機械式に交換する方法が使えるかもしれない。本質的には一次電池を 再生利用、または塩分や他の携帯の反応剤を使用する。機械式充電システムは1960年代に軍用電子機器で高出力で簡単に充電できる方法として調査された。機械式充電システムは電気自動車の用途で再び研究されている。高頻度で交換を要する大規模な空気亜鉛電池を充電するためにいくつかの研究が進められている。 サービスステーションで使用済みの電解質と新しい亜鉛を補給する。空気亜鉛燃料電池の課題として亜鉛の補給と酸化物の連続的な処理が常に課題となる。ペースト状や錠剤状の亜鉛を押し出して電極に供給する方法で解決した。使用済みの亜鉛酸化物はポンプで排出タンクに貯蔵される。また、炭化水素を 解質燃料を燃料電池の正極で使用する場合に補助反応剤として亜鉛を使用する電気化学システムが検討されいる。自動車の燃料として空気亜鉛電池や使用場所での水素の製造に亜鉛の使用が検討された。空気亜鉛充電池は高い電圧である。亜鉛は幅広く低コストで供給され電力を生産するのに軽量である。これらの要素が 空気亜鉛電池を自動車に使用する動機となっている。ガルフゼネラルアトミックは2 0ットの電池を自動車に使用することを実証して、ゼネラルモータースは1970年代に試験を実施したが販売には至らなかった。固体の亜鉛は液体のようには便利に移動はできない。また錠在上の十分小さい大きさであればポンプが使える。燃料電池は 使用済みの亜鉛と新しい亜鉛を速やかに交換できる必要がある。電池のプラスとマイナスをセロハンテープなどで絶縁してから空気電池を販売しているボタン電池回収推進センターの回収協力店、補聴器販売店、家電販売店、時計店、カメラ店等のボタン電池回収管に入れる。回収協力店に溜まった使用済みボタン電池を ボタン電池回収推進センターが定期的に引き取り適正処理する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。